こんにちは。こんばんは。今回は、うぷ主がチャンネルアイコンを書き直した話だぜ。月末恒例の企画ね。ああ、かなり手間がかかる割に再生回数が他の動画に比べると極端に少ない例の企画だぜ。いや、それ先月私が言ったセリフ。さては根に持ってるわね。別に根に持ってなんかいないぜ。どうせダメージ受けるのはうぷ主だし。確かにそうね。さてさて、うぷ主を軽くからかったところで本題に入るぜ。そうね。7月はあんたがメインのアイコンだったけど、8月のアイコンはどんな感じになるのかしら。7月はアイコンが私になった効果が絶大で、かなり登録してくれる人が増えたから、そのまま私が続投しようかとも思ったんだけど。いや、アイコンはあんまり関係ない気もするけど。せっかくなので今回はお前をうぷ主なりにちゃんと書いてみることにしたんだぜ。いえ、結構です。まあそう言うなよ。今回はかなりまともに書いたんだぜ。何よ、どうせまたこんな感じに書かれてるんでしょ。いやいや、全然そんなことないぜ。っていうか、嫌だっていう割に自らこのイラスト出してきたな。いや、なんかもう若干見慣れてきたら、これでいい気がするだろ。いやいや、やっぱり嫌よ。そうか、残念だな。このアイコン意外と評判いいんだけどな。ダメなものはダメなのよ。まあいいわ、本当に今回はちゃんと書いたっていうなら見せてもらおうじゃないの。ああ。ではそろそろ今回書いた8月のアイコンを発表するぜ。今回うぷ主が書いたアイコンが、こちら。いや、なんていうかその、反応に困るわね。なんでだ、素直に喜べばいいじゃないか。いや、まあ確かにこれに比べれば全然いいんだけど、これはこれでどうなのよ。うぷ主が書いたものにしてはかなりいいんじゃないかと思うぜ。うぷ主の普段の画力はこんなもんなんだから。いや、まあそれはそうなんだけども、果たしてこれは私なのかしら。年齢もだいぶ上に見えるし。いや、それ前回私も言ったから。それに前回贅沢言うなって言ったのはお前じゃないか。まあそれもそうね。ちなみに今回はお礼を帯びた大人の女性がテーマだぜ。いや、なんか勝手にテーマつけられてるし。だからちょっと年齢が上に見えるのは仕方ないぜ。まあ大人バージョンの霊夢ってことで。まあそれならこれはこれでいいのかもしれないわね。だろ。ちなみに今回はこれ1枚しか書いてないので、ダメと言われてもこれになるけどな。ってことはまた書くのに相当時間かかったのね。ああ。まずこんな感じでどんなポーズにするか決めるところから書き始めて。うわ、なんか気持ち悪。だいたいポーズが決まったところでとりあえず表情を決めて。怖い怖い。ざっと全体を書いてみて。ようやく人っぽくなったわね。でアイコンにするにあたってちょっと小さかったので少しアップにして。やべえ方向に向いてた腕の向きを変えて、ハンマーでぶったたかれたように縮んでいた首を伸ばして、いや、他に言い方あるでしょうに。髪型を決めて、目や腕の位置を修正したり服を整えたりしつつ、全体的に線を整えて、持っていたかまぼこ板をゲームボーイにしたり、かまぼこ板、肩幅を少し調節したりして、顔をちゃんと描いたり、最後にまた全体の線を整えたりして、ベースになる色を塗っていき、立体感を出すために影をつけて、背景を和風なものにして、いつもの決まり文句を入れて完成したぜ。本当にかなり時間かかってそうね。ああ、多分トータルで15時間以上は余裕でかかってるな。いや、だから時間のかけ方、なぜに再生回数が伸びないとわかっている企画にここまで時間をかけられるのか。仕方ないぜ。何度も言うようだけど、うぷ主はやると決めたらやらざるを得ない病という不治の病を患っているんだからな。とうとう不治の病扱いになってるし。まあ何はともあれ、これで6個目のアイコンができたのでようやく折り返し地点だな。なんか結構いっぱい書いてる気がするけど、まだ半分なのね。そうだな。ボツにしたアイコンとかもあるから実際はもう少し書いてるからな。まあ当初決めた通り12ヶ月分のアイコンを作るまでは頑張るぜ。そういえば12個作り終えたらその後はどうするの？それはまたその時に考えるって感じかな。まあ多分12個書き終えた後はアイコン変えたくなった時に不定期で書く感じになるかな。なるほどね。まあとにかく8月のアイコンはこれでいくってことでよろしくだぜ。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.